ゆいぶきゆい,いぶきゆいは日本のシンガーソングライター。現在は二人組シンガーソングライターユニット、クレイアムソル・クラウソラスのメンバー。2005年ファーストシングル、クローバーでデビュー。クリアな声を活かした独特で繊細なメロディラインと、等身大の素直な気持ちをまっすぐに届ける歌詞が特徴。彼女がリリースした CD の多数は、彼女の作詞作曲である。 2013年3月3日より約1年、いぶきゆいから、里中ただえ芸名を変更。2014年4月1日より、いぶきゆいに名前を戻す。現在は、二人組ユニット、クレイアムソル・クラウ・ソラスのメンバーである。路上ライブ彼女のソロ活動の軸は、路上ライブであった。デビューから、ずっと武道館でのライブを目標として、活動をしていた。CD をリリースするたびに、 短期間で集中的に路上ライブを実施し、目標数の CD を手売りする等の挑戦を行った。セカンドシングル、フェザーは3ヶ月連続路上ライブで CD 販売3000枚を目標として、新宿南口を中心に路上ライブを実施し、実動51日間で2000枚以上を販売したが、目標には届かなかった。サードシングル、心を越えてでは、再度、 3ヶ月連続路上ライブで CD 販売3000枚に挑戦し、新宿西口や渋谷駅を中心に路上ライブを実施し、実動85日目の2007年9月27日に販売枚数が3000枚に到達。目標を達成した。フォースシングル、星に願いを、あなたは空を見上げていますかでは、全国路上ライブツアーと題し、 6ヶ月間路上ライブで全国を回り、CD 販売7000枚という目標のもと、精力的に全国各地を回った。九州路上ツアー中の2008年2月28日、熊本県において、右足の甲を負傷し、一時期強制用を余儀なくされるなど様々なトラブルも発生したが、ツアー後半では一時期伸び悩んでいた売り上げ枚数が1日あたり100枚を、 超える日も出るようになり、最終日の6月1日には126枚の自己新記録を達成し、最終的な販売枚数は5800枚まで達した。目標は達成できなかったものの、全国28都府県で歌った。フィフスシングル、だから、ここで歌っている、言えなかった気持ちでは、全国路上ライブの旅、第2章を実施。前回到達しなかった。 6ヶ月間で7000枚の CD を手売りし、同時に47都道府県すべてで路上ライブをするという目標に再度挑戦。フィフスシングルの路上ライブ中、PS2 ソフト、カヌチ・シロキ・ツバサのショーの主題歌、エンディングのタイアップの話が決まり、9月24日に6スシングルとしてリリースされた。この6スシングルは初めて CD ショップでのみ販売となり、 大手レコード店でのインディーズ CD の事前予約枚数ランキングで1位を記録した。このタイアップも路上ライブでの彼女の歌声を聞いたソフト、開発メンバーとの出会いによって決まったものである。日本武道館公演への挑戦2010年5月20日からは、1年間で1万5000人のファンを集めることに挑戦し、達成したら武道館に予約を入れるというプロジェクトを実施するも、 目標の1万5000人には及ばなかった。2011年11月19日から再度1年間での再挑戦を試みたが及ばず。2013年3月3日、里中忠に改名するとともに、2014年3月に日本武道館公演の実施を発表。しかし2013年12月26日、事務所による武道館公演中止の決定を受け、 翌日の自身のブログで私の夢は夢のまま終わりましたと自身の言葉で公表。理由は所属事務所バースデーブが経営困難となったこと。チケット購入者には事務所より手紙が一通届いたのみで返金もされない。その他サイトなどでのお詫びは一切ない。その対応に一番悩んだのはアーティスト本人であったようで事務所から離れた後、 武道館中止を受けたお詫びとしての無料ライブを大館山ループにて実施。ファンの前で頭を下げた。2014年10月1日、角順と共に、二人組ユニット、花もも結成。2015年7月1日、ユニット名をクレイヤムソルクラウソラスと変更し、現在に至る。ありがとうございます。